こんばんは、入山明子です。5月の1日、今日から5月に入りました。入山明子のつれづれ日記、今日はいかがお過ごしでしたか？入山は今日もまた講演会のお仕事を引き続きさせていただきました。ようやくご注文いただいたグッズも装備できたり、いろいろと仕事もはかどりました。そしていよいよ明日5月の2日からは、入山明子のラジオの番組が新しくスタートいたします。 FM チャッピー77.7MHz、 そして遠くの方、全国どこからでもインターネットでラジオを聞くことができます。どうぞご一緒ください。明日の5月2日13時30分からになっています。私も所属しています、和久井音楽事務所の和久井社長にいろんなお話を伺いました。私の司会が上手巻きがちょっと拙いので、もっとたくさんいろんなことをお聞きしたかったなということがあります。5月いっぱい和久井社長にお話を伺うことになっておりますので、ぜひ楽しみにしておいてください。そしてラジオは13時30分から14時、14時になりましたら、またこの Facebook で入山明子の生のライブ、生の配信をしたいと思います。ご感想、そしてこんなリクエストがあるよという方いらっしゃいましたら、ぜひご一緒してください。また皆様とつながれる時間を楽しみにしております。それでは元気にお過ごしください。